って様子見てくるわ言って出て行って、あこの場所からお父さんが様子見てくるって言って出て行った、出て行ったの、はい、それがね3日ぐらいそれ続けとったね。また今日も行ってくるわな、アメリカ兵のね倉庫でねみんないろいろ盗んできてたみたいね。でそれをどこで聞いてきたか知らん、あの行ってくる言って行ったの、行ったら殺されるって言って母が言ってたのにね、行ってほんでいつも手ぶらで帰ってきてた。3回目に行った時にいつも明るいうちにジャングルへ帰ってきてたのにね、全然もう夕方薄暗くなってもね父が帰ってこないから、私はもう家族みんな寝てるんよ、ね、それで私と弟が、陽一の弟だけ、まあまあ元気やって、ほんでもう